お疲れ様です体の枝情報でございますけれども今回は舞姫大学のナミさんの方から動画2本いただきましたねこちらの方を拝見したんですけどもまあキャンペーンによって体の枝が付与されたということこちらの確認もさせていただいたのとあとはステーキング報酬が入ったということでいずれもですねナミさんの体の枝が増えた資産が増えたということでございますいやこのね体のによる資産の増加なんですけども何ら労働してるわけじゃないっていうところがミソなんですよね でも体の枝も理由なく値上がりをしてホルダーさんの資産を増やしているわけではありませんこれはですね新しく体の枝が求められて購入されるから値段が上がるんですよね体の枝は売れれば売れるほどその資産を強化していきますそして体の枝がたくさんの方のウォレットに入れば入るほどですねさらにセキュリティ面でも 利便性ででも向上すするるという仕組みになってるんですよねえ。ここでもう一度体の間の目標の一つをお話していきますけども今地上にはね貧困や紛争によって非常に苦しい生活を強いられているそれこそねお財布を持ってないお金もほとんどない身分証明をできるものもないというふうないわゆるね人権を、うんまあ、持たないと言ったら言い過ぎかもしれませんけども。 人権を非常に軽視されてそれでも生きていかなくてはならないような30億人の方がいらっしゃるんですよねこの30億人の方の生命と財産と人権を守るためにこのカラダネダーっていうのがあると言っても差し支えないぐらい全人類的なミッションがあるわけなんですよ私はここに強く今は共感してますよねこのカラダネダーが行き渡ることによってそういった方が身分証明ができる自分の裏付けが持てる まさに、ね、NFT っていうものがありますけどもそういった概念も体の間に入ってるんではないかなと思わせるぐらいそのぐらいの緻密に組まれたプログラムなんですよねそしてこの体の間と思うんですけども基本的には暗号通貨って投資対象になりがちですお金持ちの人がその余剰資金を持って資金購入してそして資産を増やしていくそういうふうに使われがちなんですいわゆるお金持ちのための暗号通貨概念なわけなんですよね しかし、この体の枝に限っては違うと。お金がない人向けのものなんですよ。一枝からでも購入できるし、一枝からでもステーキングに参加、委任できると。この逆転の発想ですよね。今、なけなしのお金をはたいて、もし買うものがあるとすれば、私は体の枝を一にお勧めしたいと思います。少額でいいんです。今、体の一枝、140円、150円くらいです。 だからこれをいくつか買っておきましょうってうそのぐらいの話でいいと思うんですよ。そしてこれはですね単純に購入したカルダナの価値が上がり自分が儲かっちゃったっていう話にとどまらずにね、まあ、オーバーに言えば今後人類に必要な概念それがカルダナだと言えるんですよ。私は同じ思いで数年前からこうやって情報発信させていただく中で <laughs> ますますカルダネーダの持ち分を増やして、まあ、未来にねすごく期待をしてるなと。 思いますねもし世の中の人がみんな豊かだったら奪い合いや戦争起きるでしょうか分か,私は分かりませんけども私はねみんなが豊かだったら奪い合いではなくて助け合いや与え合いが生まれるんじゃないかなと思ってるんですよ。もちろん人類になれることですから分かりません。自分だけを独占したい他のやつらに与えないっていうね暴君みたいな人がポコポコ出てくるかもしれません。まあ、そこははねもう私は 分かりまませせんので運任せだと思いますけど「異色足りて礼節を知る」ではないですけどもやっぱりね多くの人が今日食うのに困る状態ではもうねきれい事ではなくて奪い合いにならざるを得ないのかなとつまりは弱肉恐縮の世界がそこにはあるんではないかなと思うんですよ。きっとですね世の中で独裁者暴君と言われる方が生まれるのは自分が責められるかもしれないと。自分の権利が 侵害されれるかもしれない。自分のことだけは守りたい自分の国民だけは守りたいそういった思いが侵略行為につながるんじゃないかなと思うんですよ。はい、現在も、まあ、ある国がある国に対して戦争を仕掛けてますよね。いろんな思惑があるんでしょうけどもじゃあその国の悩みは何かって言えばやっぱりね干渉地と不走行の問題なんですよ。 やっぱりね、資源があるようでもないものもあるんですよ。大きな国を管理する人が足りない、交通網が行き渡っていない、あれだけの土地ですから、行ったり来たりしないといけないんですよね。確かに資源はあるかもしれないけども、資源採掘もこれから難しくなってくるんですよ。ね、資源採掘をしようと思っても、例えばですけども、極寒の地で採掘作業が進まないとか、 採掘しようにも土地がカチカチで手回しも出ないとかこういうところがあるんじゃないかなと思うんですよやっぱり温暖で肥沃な土地を目指してえそして不登校と言われる船が十分に出て貿易が盛んにできるそんな港が欲しいんじゃないかなと思うんですよねこの水の星と言われる地球にですねやっぱり 海の攻易路が使えないっていうのはやっぱ痛いんですよね。そしてだなっ広い土地ですから、いろんな国と隣接しています。それこそいろんな国との揉め事があるわけなんですよ。そういった部分で、本当に防衛のための攻撃をしてしまったのかなと。周りの国がどん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 自分とは違う主義主張に移り変わっていく中で、自分のマーケットが守れないというふうに、 感じててししままううとところもああるのかなと思うんんでですよ決して肩を持つわけではありません、うん、ただ多くの批判を払いのけて戦いに挑もうと侵略戦争をしようと思う裏にはそれだけの動機がいるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だからそういうのももしかしたらこの人間の英知と言われるブロックチェーン技術が救うのかもしれないなと思いながらの今日の放送でございましたはいじゃあ ナミさん動画の方を送っていきましてありがとうございました今回はねナミ、えー、さんの動画に変身するという手を取りまして私が今ねいろいろ体に対して思っていることをお話しさせてもらいましたまたよろしくお願いしますそれでは失礼します